どうも、チャップです。今回はスプラトゥーンをプレイしていきたいと思います。ということで、レギュラーマッチやっていきましょう。今回使っていく武器は若葉シューターですと。久しぶりの若葉でですね、今回は無限バリアっていうのをね、自分で考えてやっていきたいわけですよ。気持ちだけはチーターですよ。チート使ってずっとバリアね、使いたいよ、僕だって。24時間365日、1年間ずっとバリア張っておきたいよ。ね、ゲームの中でも。リアルでもね、ずっとバリア張っておきたいけどさ、それは無理ですよ、もうやっぱり。チーターじゃないから。なんで、気持ちだけはチーターに今回なろうということでね、しっかりバリアいっぱい発動して頑張っていきたいと思います。もちろん無限ではないですよ。無限カッコ仮みたいな感じですよね。まあ、金目鯛美術館ですよ。美術館でね、見ながら頑張ろう。はい。とりあえずですね、まあ、いっぱいバリアを使えるように、逆境強化とスペシャル増加レアップ持ってきたんで、デス減らしつつの、まあ、バリアをうまいこと使いつつ、みたいな感じで立ち回っていったらいいかな。あと、皆さんにお伝えしておかないとダメなことが一つあるんですけれども、今回からですね、試合数を3試合からね、2試合にね、していきたいと思います。コンパクトなさ、動画っていうのをさ、やりたくてさ、ちょっと今回はそういう次第になったわけでございます。あぶねえ、ちょっと集中した。なんでね、動画を楽しみにしてくれてる方には申し訳ないんですが、当分の間ね、いつまでかわかんないですけど、2試合で我慢していただけたらなと私は思っております。ということで、あ、いいですね、めっちゃ濡れますね。話がすっごいガッチャンガッチャン脱線しますけどね。さあ、はいはい、OK です。まあ、やられてもいいんですよね。まあ、適度に、まあ、バリア使えたらいいかなみたいな感じですよ。まあ、ほぼ無限ですよ、こんなもんね。こんなもん、年14時間ちゃうわ。ほぼ無限。気持ちの問題ですよね。自分が無限思ったら無限なんですよ、やっぱり。それがね、やっぱスプラトゥーンの良さなんですよ。ダイオウイカが来るぞ。気をつけろ、みんな。気をつけて、みんな。みんなちゃうわ。気をつけて、ごめん。ちょっと無理やった。申し訳、チャップでしたけどもね。さあ、ぬりぬりしていきますと。ミカチャちゃんがね、やられてるときは私はもう逆境強化でガンガン溜まりますからね。そう、いい感じ。ボムをこうやって添えつつね。まあ、なんやろ。料理みたいなもんですよ。ボムを気持ち程度に添えるわけですよね。ボムを添えてみたいな。コンペイトを添えてみたいな感じ。飛び方ちゃんのボムか。びっくりした。誰のか分からんからびっくりした。ほんまに。シンプルザチャップ。シンプルザナイス。シンプルナイス。あ、ほらね。皆さんめっちゃ溜まるじゃん。ほら。危ねえ。ちょっと危ない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 。ちょっと危ない。バリア使えや。バリアがおる。バリアが。待って、家帰らして。お願い。ああ、危ないことでね。あのね、逆境強化ついてるからさ、やられへんようにしないとね、やっぱりね。さあさあ、ぬりぬりしていきましょう。バリアめっちゃ溜まりますやん。これ無限やん。今日チーターや。僕チーターについになれたんや。これが有名のチーターなんか。全然意味わからんけどね。チーターになってバンされちゃうわ。あー、遠い、来てたのか。下におる子やられたと思って追っていったら普通にやられてんやん。こういう時に無限バリアがあればね、私はね、今も生きていた。でもいい感じよね。バリアガンガン使えますね。スペシャル増加量をガン積みもありやと思うんですが、立ち回り気をつけて逆境強化とかありやと思うんですけどね、僕全然ね、シンプルにと、うわ、いいね、今の、何今の、リッターちゃんの突撃よ、突撃隣のリッターさんやね、怖いね、こんな人に突撃されて夜も眠られへんわね、リアルに怖いいうことで、そこおるぞ、いや、ナイス、アシストありがとう、ボムどうぞと、いや、ボムがね、効いてきますから、やっぱ人生にはね、人生ボムありきのスプラトゥーンやから、あの子大優香とかじゃん、怖い、うまい、リッターちゃん、よー、またバリア溜まりましたね。溜まるね。ねえ、バリアめっちゃ溜まるね、ほんまね。シンプルザバリア。バリアがあればジャップだよ。バリアがあればジャップだよ。はーい、ナイス。味方さん、ありがとうね。さっさぬりぬりしていきましょう。来るかな。いや、いい感じやん。めっちゃこう降りてくるんじゃん、これ。降りてけんかな。降りてきて、アリタちゃんに抜かれるの嫌やか、これでシュルーって塗っとこうか、最後はね。ボムを投げつつ、塗って終わりにしましょう。まあ、これがね、無限バリアですよ、皆さん。無限バリア、カッコ仮ですよね。無限バリアでも何でもないけどさ、やっぱいっぱい使えてさ、気分も上昇するでしょ。いいやんか。これでガチマッチとか言ってもなかなか良さそうですけどね。1923ポイント4キル1です。山本ゆきのりくん、あなたにはもうほんまに1万円ぐらいあげるわ。10キル0ですよ。1万円あげる。家おいで。あげませんいうことで、いやー楽しかったですね。気分よくできたんで、ラストはね、ショッツル鉱山で遊んでいきましょう。はい、ショッツル鉱山で無限バリアやっていきますよー。多分みんなビビってると思う。あいつチーターやんみたいな。チャップチーターやんみたいな。通報しようみたいになってると思うんでね。まあ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 、だいぶやつできてると思う。やっぱスプラトゥーンね。試合はもうロビーから始まってますからね。臆したものからやられていくからやっぱり。そういう精神論的なのありますからね。もうあれですよ。いつでももうあれ。何わかれへん。やつの試合よね。威嚇試合。もう油断したらもうすぐチャップなんか気をつけてみんな。ここオンちゃんこの辺。おら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 。ちょっとバリア使って。バリアがあると思わなかったと思う、ゆうくんはね。
これがね、まあ、スプラトゥーンの恐れさよ。何もないと思ったバリア持ってるやん、チャップみたいなとこある。あ、ちょっと待って、危ない危ない危ない。助けてあげたいけど、こうバリア溜まってるのかな、この子。あかん、ちょっと待って、一回帰ろう。あの子、若葉っぽくなかった？ははは。ダイナモちゃん何してん？びっくりした、見てたの？ボムファイどうぞ、コンペトを、じゃあ、気持ち程度のコンペトあげるわね。よし。バリアを使う前に倒せたのはちょっとでかかったですかね。でも、あの子、何？ちょっと待って、うん、ダイナモちゃんおるの分かってたけどさ、意識からなくなってたわ。ボム投げたらもう帰ったと思ってね、安心してたらこれですよ。無限バリアがあればね、こういう時の無限バリア欲しかったですね。いうことでさあさあ行きましょう。まあでも気持ちだけはいつでも無限ですからね。トーク力もね、無限でしょ。やっぱり僕のトーク力正直チートだと思ってるからね、自分で思ってるだけやで、ほんまに。いや思ってもないけどさ。そんなん思ってたら痛いやつですからね。さあ、いやめっちゃバリア溜まるね、ほんまに。ガンガン前出るわ、バリア溜まったら。もう一回死ねへんからね。ちょっと左見て、右はいないと思うんで、この辺チロチロって見て。いや急にね、ダイナモちゃんとか来るから気をつけながら、ほんまにね。シンプルに怖い。もうガンガン攻めたったらええんじゃん。攻めてもいけますね。いやバリアあるもん、今日僕バリアあるもん、バリアあるもん。あー帰ろう。無理やと思ったらすぐ帰りましょうね。危ないんでね。あの子は何や、あの子バリアでしょ。僕の気づいてないんじゃんこれ。あ、バリア使ったぞ。バリアが来た。バリアが、逃げろ。バリア来たぞ。でコンペイトを投げて倒してくれたかな、ミカちゃん。ナイスでございます。さあどこ塗っていこうかな。ダイナモちゃんが上から塗ってくれてるんで、そこを塗っていってもいいんですが、ミカタさんが強すぎて逆境強化があれですよね、機能しなくなってしまった。あ、でも行きます、塗っていかせて、これ地味に。若葉ちゃんもね、塗りろ力はね、凄まじい、もう僕は持ってると思ってるんでね、これ適度にこれボムとか投げて、コンペイト投げていったらいいんですよ。コンペイトで威嚇しつつ、とどめのバリアみたいなね。これがまあスプラトゥーンの恐ろしさですね。これが本当のスプラトゥーン言うて、どういうことか分かんないですけどね。上からチロチロってる、だから射程長いですね。何でしょうか、あの子は。僕は安全のさ、みんな大好き安全靴つけてないからさ、溺れるんですよね。そこだけちょっと気をつけなあかんね。ちょっと待って、若葉ちゃんとこ怖いもん。一回帰らして、一回、今なんかおらんかった、横に。誰？味方ちゃんですか？私のあれですか？お仲間様でございますか？助かりました。さあ、大事でございます。言いたかっただけ。ちょっとなんか撃たれてる気がするな。怖いな。バリア。シンプルにバリア。バリア。ナイス、味方ちゃん。おー、いいですね。ナイスしてくれてる。ありがとうね。バリアやっぱ使えますね。デス数が圧倒的に減らせますわ、こんな無敵のやつがあればね。いやー強い。若葉はいつも思うけど初級武器ではないですね。いやーでもね、何のゲームでも初級武器強い説ありますからね。コールオブデューティーでも強いもん、初期武器。まぁ、ちょっと威力とか弱いから、エイム力とかいるようになってくるんですけども、強い。わ、強い、銀丸ちゃん強いね。僕一番塗れましたね。やったね、いうことで。まぁ、今回の動画のタイトル、無限バリアつけとこう思います。まぁ、チーターチャップみたいな感じで、あがめてください。いいチーターみたいなね。悪いチーターじゃん。いいチーター。正々堂々したチーターみたいなね。よう分からん。そうやったらチーターちゃうな。終わりにしようか。はい、ということで今回若葉シューター使って無限バリアカッコ狩りやってまいりました。よかったですね。まあ、気分はチーターになりましたよ。もうガンガンバリア使いました。どっちも1デスでずつ、ちょ、噛んでるけどさ、それやっぱ1デスしたら噛みますもんね。そんなことないけどね。まああれですよ、1デスしてもあんだけバリア使えたんでめちゃくちゃいいですよ。逆境強化、まあ、ピンチの時溜まるし、バリアそれで使って打開できる時もあると思うんでね。ぜひ皆さんやってください。逆境強化をスペシャル増加量の代わりに組み込むのもいいと思いますよ。人移動速度と組み合わせても面白いかもしれません。よくしゃべりました。はい、ということで今回この辺で終わりにいたしましょう。皆さんご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。では、バイバーイ。